認めた上でアドバイスをするっていうその伝え方って大事ですよね。そうですね、うん、いやもうそれをなくしたらよし長じゃなくなるから、心の状態を整えてあげるっていうのが一番上司の役割としては大きい部分だと思うんですよね、うん、退場中に誘ったんですか。はいここだと思ってここしかないと思ってそこしかなかったんですかヤンキーやってるところ一緒になんか出たいですねそうですね、やりたいやりたい。なら次僕いきますね。どれにしようかな。ここ仕事で伸び悩んでいる部下を目にしました、うん、はい、そんな時どう接する、うん、これは何だろうな、あ、習うより慣れろの方針で見守るのか、うん、ノミニケーション、まあ、飲みってですね、お酒を、まあ、プルプルを飲みながら、うん、ね、こう話を飲み干しちゃいましたけども、ね、あ、早いですねもうスルスル、もう一本いきます。いいですか、いただいちゃってでも2本ぐらい飲むとちょっとなんか、あ、確かにアルコール入ってるんだろうなっていう、なんかこれ飲んでると本当ジュース感覚でいけちゃうんですか。やばい、危ないと思うまあ、うん、スポーツで例えるとですね、うん、選手もやっぱスランプに なる若手の選手とかいるじゃないですか、はい、そういう選手に対してこうどう接するのか、うん、僕は結構スランプに陥ってる状態って体力的な問題じゃないんですよね、うんうん、全部心の問題なんですよね基本的に、はいはい、で例えば会社で言ったら、まあ、1本の木があるとします、うん、で、じゃあ例えばこの YouTube で言ったら再生回数とか、はいはい、その木の枝にいろんな数字がついてる、うん、まあ、インサイトを見てどこどこの何だいたい年齢層これぐらいだよねとかっていう数字がその木の枝分かれのところについてますってなった時に、そこに対して例えばそれを管理してる人若手が最近この数字再生回数全然伸びないんだよねみたいなところで上司が来て、その数字だけを見て木の部分だけを見て頭ごなしに何やってんだみたいなっていう技術的なところでめちゃめちゃ怒られたりするのが、まあ、当たり前のパターンだと思うんですけど、意外と調子が上がらない、もうスランプに陥っちゃってる人って、はい、その見えてる部分じゃなくて地面の下にある根っこの部分に問題がある人の方が多いんですね、はい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 、でその根っこっていうのは何かって言ったら心なんですよね、うん、だからそこの僕は誰かスランプに陥ってるなと思ったら、うん、おそらく何か問題あるんだろうなと思ってすぐ僕は話しかけに行きます、うん、話しかけに行って、なんだ最近悩みでもあんのかっていうところ、はいはい、からケアしてあげる。で意外と、まあ、その悩みがその数字とかだったりすると思うんですけど、そこに関してをなんか結局心の持ちようがネガティブな状態って結局数字も伸びづらいんですよ、はいはいはい、だから心の状態がもっと自信がついた状態の状態だと、まあ、木も高くそびえ立つしすごく太く育っていくと思うんですよね。だから、そのケアをしてあげるのが一番大事かなと思いますね。すごいね、いいこと言いますやん僕はね、はい、結構飲みに連れて行ったりご飯を一緒に食べ行ったりとかしますね、うん、あ、大事ですね。このなんだろう、こう見て若手で、あ、この選手伸びるなとか、うん、やっぱ分かるじゃないですか、うん、見て向上心がある選手とか、まあ、そういう子たちにはやっぱご飯連れて行って、はい、そこでやっぱ自分は結構こう見えてもサッカーの時はイエローレッドもらうけど、うん、普段はもう普通なんですよ。普通、はいはい、いじられるタイプで、うん、だからもうそこでね、こう言いたいことを言わせる、うん、でその時に、あ、でもお前こういう風にやった方がいいんじゃないとか、一回やってみたら、一回チャレンジしないとそれ分からないから、うん、そこができたらそれが自信になって自分のものになるんだからやってみないとか僕はやっぱ言いますね、はいはいはい、そうするとやっぱみんなね、こう言われたらやろうとするんで、うん、すごく自信がついていって、もう例えばね、この川崎フロンターレの板倉浩っていう今日本代表に入ってる、うん、入ったんですけど、うん、1年目で入ってきて、僕もやっぱ怖いってイメージがあったんで、はい、持たれてたんで話しかけてこなかったんです、うん、でサッカーのプレーも全然上手くなくて紅白戦にも出してもらえない、はい、あ、この子このまま行ったら2年でクビになって、うん、まあ他の J2 だったり2部だったりそういうところにレンタルか移籍をさせられるんだろうな、でももったいないなと思って、
その時たまたますよ、レッドカードもらって出場停止だったんですよ。たまたま、ね、お得意のお得意のそれで、あ、これいい機会だと、もう出場停止で僕だけ残る、でその板倉コウもメンバー外だから残る、うん、あ、ちょっとバーベキュー家に誘おうと、お、え、誘ったんですよ。退場中に誘ったんですか。はい、ここだと思ってここしかないと思って、そこしかなかったっすか本当にここしかなかったのよでもみんなもう遠征行っちゃってるから、試合に行っちゃってるから、あ、ここだと思って、うん、家誘って、お前このまま行ったら多分本当にクビになるぞと、もったいないから、あの多分先輩たちに気を使ってプレーをしてるから、うん、気を使わなくていいと、うん、で練習からも激しくコンタクト行って、その時ね削られたりしたらちょっと先輩その時だけ怒るんですよ、誰でも、はいはいはい、わーってなるんですけど、はい、その後からもう忘れてるから、はい、そんな当たり前なんで、だからみんな気にしてないから行きなさい、うん、行けって言ったら、その次の練習からガンガン行くようになって、うん、やっぱそうな行けるようになったことによって、だからちょっと自信、はい、あ、俺ボール取れるわとか、うん、自信がついていったんでしょうね。もうその何年後かにもう代表入りましたからね、うんうんうん、それは、あ、じゃあそのレッドカードからのバーベキューがなかったら、そうそうそう、もしかしたら代表入ってなかったかもしれないっていう。でレッドカードもらっててよかったんですよマジで、あのレッドカードがなかったらあれもバーベキューないから、でも本当に言えてよかったなと思うし、あ、まあ、それだけそう言ったことによって、それに向き合って俺はやらないといけないっていう思いがあった板倉校もやっぱすごいんですけどね。なるほど。だからそういう人ってね、いっぱいいると思うんですよ、うん、そのサッカーだけじゃなくて、はい、普通の働いてるサラリーマンの人とかもそうですけど、うん、自分を出したいけどやっぱ遠慮して出せないっていう人もいると思うん で結局彼もその心の問題だったわけですもんね。そう、はい、だいたいそうなんですよ ね心に問題があるから成績伸びてないっていう人が多いから、うん、数字だけ見て怒る先輩とか、うんうんうん、上司、そうですね、僕は尊敬できないですね、うん、確かに、はい、そういう人多いですもんね。多いんですよ ねそういうので、これ今はこう上の立場からなったじゃないですか、うん、でもこのまだ若い時にそういう経験ってありました？直接的にこの人にっていうのはあんまりいないんですけど、うん、すごく特殊な形でフランスではいましたね。あ、いたんだ。めちゃくちゃ特殊ですけど、彼の場合はもう嫌われてもいいぐらいバチバチに怒られるんですよ。本当にこの人頭おかしいんじゃねえかっていうぐらい怒られるんですけど、後々分かるんですよ、全てこっちのために言ってたなっていう。あ、はいはいはい、だから彼は嫌いか好きか超はっきりしてて、うん、でそこで試してるんですよ、こんだけ言われてやるかやんないか、やんないか、はい、でやんない人はもう一切喋ってくれないです。本当に話しかけられても、あ、そうなんだ、それぐらい極端、相当はっきりしてる、はい、で逆にそこにやろうと思ってこう成長していく人に対してはもうファミリーなんですよ。めちゃくちゃ仲良くなるんですよね。そこまで極端な人がいて、で彼には結構ぶつかったことあったんですけど、全てにおいて僕が間違ってたなって後で気づかされて、で学ばされたっていうのはありますね。あ、すごいな。逆になんかありますか、先輩で。僕はありますね、本当若い時ですよ。若い時から退場してるからもうお家芸みたいになってる。もう、もうやかましく怒られてでも怒られるんだけど、その後こう一緒にご飯連れて行ってもらって、うん、いやもうそれをなくしたらよしとじゃなくなるから、まあ退場するのはチームとして痛いけどでもそれは別に変えなくていいみたいな、へー、あって言われたこととか、お、なんか気持ちがこうなんていうか救われますね。救われたんですよ、はいはい、でも普通だったらそこでねやらないですけどね、うんうんうん、そこからまた何回もしてるからだけどまあまあ気にはなってるし、すごい、はい、うん、ありがたかったなって、うん、そのままそれを言われなかったら多分はこうやりすぎてチームの先輩とかにもこう嫌われて話しかけてくれないんじゃないかなとか、はいはいはい、思ってたけど、うん、そうじゃなかったんで、うん、でもその一言くれた人、就職してもなんかいい上司になりそうですね。あ、そうですね、うん、なんか、うん、人ってやっぱりその承認欲求じゃないですけど、はい、認められたいじゃないですか。そう、そうなんですね。そうだから、アドバイスはしてくれるけど、うん、なんかその否定されるんじゃなくて、うん、認めた上でアドバイスをするっていうその伝え方って大事ですよね。そうですね、うん、だからその人は先に引退したんですけど、引退して
最後は僕の代理人になってくれました。西澤さんって言って、はいはいはい、いう人なんですけど、その人も日本代表まで行ったんですよ。日韓も出てるかな、はいはいはい、日韓ワールドカップも出てるし、その人が最後代理人してくれて、はあ、だからその時にもやっぱアドバイスはくれてましたよ。へずっとだからその人がいなければもう自分はここまで来れてなかったなっていうのは、うんうんうん、そうですね、うん、だからやっぱり結局、まあ、さっきの板倉さんもそうですけど、うん、たった一つの出会いときっかけで人生が大きく変わることってあるじゃないですか。そうなんですよ。だからどの上司と当たるかって運でしかないんですけど、その運が良かったかどうかっていうのも結局自分の人生って大きく関わるじゃないですか、うん、だからさっきの転職につながりますけど、ここにはそういう人いないなとか、うん、自分が成長できる場所じゃないなって思ったら、やっぱりそれを探すための旅に出るのは絶対ありですよ ね、うん、確かに。はい、そしたら次、はい、ラストです。お、ラストですね。ラスト僕いきましょうか。はい、お願いします。やっぱ真ん中だよね。真ん中好きなんですよ。挟まれたら、うん、おお、いきますよ、はい、あるお客様から担当を変えてくれと言われた、うん、上司としてはどうします、うん、まあそうですね、これはすぐ変える、セカンドチャンスくれと動くのか、うん、上司の背中を部下は見ているはず、あなたならどうしますか、うん、どうしますこれ、まずその、まあ、言うたらクレームになるわけじゃないですか。そうクレーム、クレームが本当に正当なものかっていうのをまずちゃんと見極める、うんうんうん、でいやそれはちゃんとこういう対応を彼はしてて、こちらとしては、間違いなくちゃんとした対応をやってるなっていう上で、うん、まあ、言ってきてるんだったら、まあ、彼に責任はないから、そうですね、そういう指導をしてそれをちゃんとこなした上での、うん、クレームだったらそれは変えます、うんうんうん、あの僕が出てって、はいはい、ちゃんと、謝った上で対応します、うんうん、そうだね。で、逆に彼が完全に間違っててのクレームだったら、うんうん、僕逆に変えないと思います。逆にね、はい、変えないで一緒にやります、うんうん、例えば、こうしてそこに対して指導をして、うんうん、なんで悪かったか分かるっていうのを指導して、ですいません、改めてちょっと、こういう機会で申し訳ないんですけれども、もう一度対応させてもらってもいいですかっていう形を取った上で僕も一緒に行きます。一緒に行って、はい、で、はい、フォローをしてあげて、はいはい、で実際に多分そこで一回なんかクレームを受けた上で、うん、もう一回やんなきゃいけないって彼相当プレッシャーあるし、うん、なんか後ろめたい気持ちが、うん、になっちゃうと思うんで、はい、僕が一緒にいてあげると多分安心感も出てくると思うんですよね。で一緒に行って、であちょっと違うな、これでもなんかまだ問題起きそうだなってなったら、うん、もう僕が対応して、で実際にそのお手本を見せてあげる。はいはいはい、そうね、はい、そうですね、分かりますもんね、はい、そこで学んでできるようになるっていうね、はいはい、多分こういう形にしますかね。うん、いや多分それが正解でしょうね、うん、多分ね僕だったら、うん、でもそうしますよ、もう、うん、ちゃんとやれてたのか、はいはいはい、とりあえずそこを聞きますよね、そこの確認は大事ですね。やっぱそこをやっぱ聞かないと何も始まらないし、うん、はい、まあ、その子のためにもなんないから、うん、まあ、そこでできてるんだったら、まあ、そのままできてなくて、本当にダメで変えてくれって言ってきてるんだったら、うん、まあ話をとりあえず聞きますね。そうですね、だから話を聞いて、いや、やり方がわからないんですとか、はい、もうそういうことだったら本当に一緒にやって、うんうんうん、こう学ばさせてまた送り出すっていう形に、うん、はいはい、僕はすると思いますね、うん、もうダメ、もう変えるわ、古代には絶対させたくない、うんうん、その子のためにもなんないし、そうですね、そうするともうそれこそもう嫌になってやめたいってなると思うので、うんうん、それは僕はやっぱもったいないな、はい、だからネガティブな気持ちで挑戦させるよりポジティブな気持ちで挑戦させた方がいいんですよね。だからこういう対応をしてくれた、あ、もう一回チャンスくれるんだ、うん、この人のためにも期待に応えたいから頑張ろうっていう気持ちなのか、いやこれでもう一回チャンスもらったけど、ラストチャンスだって言われてこれ失敗したらもう終わるみたいな感じで挑戦させるのでは、うん、結局同じ人材で同じ能力を持った人でも結果成績変わっちゃうじゃないですか。そうですね、だから
心の問題にさっき戻りますけど、心の状態を整えてあげるっていうのが一番上司の役割としては大きい部分だと思うんですよね、うんうんうん、やっぱ心って本当に大事ですね、何でも、はいはいはい、メンタルっていうのはそうなんですよね、全てメンタルでこう動いてるね、人間なんかもう究極にメンタルな生き物じゃないですかね、はい、心の持ちようでいくらでも変わるんで、レミタンはハンドボールで、うん、今はサッカーですけど、その人材育成にね大事だと思うことはあります？いや、やっぱ 何があります？教育ですよね。教育、はい、もう普通になんかまあこれはアスリートスポーツ業界だけに限らず、うん、はいはい、どういった教育を受けていく、うん、だその人間作りっていうのが一番大事ですよね、うん、なんか結局一番大事なのって人と人のつながり、はいはい、なんか僕らもさっきの話でその孤独感がすごく大変だった、はいはい、やっぱりその海外挑戦とか行ってやっぱ孤独感ってすごくやっぱり人をダメにするじゃないですか、ですね、大変だから鬱になる、うん、鬱っていう病は本当に大変ですけど、だいたいそこの人間関係の問題が大きかったりするんですよね。確かにね、はい、で、だからそこに関してその自信をつけていくスキルだったりとか、うん、人との関わり方、結局なんか自分がやってることはダメでもなんか友達がたくさんいる人とかって、うんうんうん、結局なんか楽しく生きていきたりするんですね、うん、だから結局なんかその絆の作り方とかっていうところの教育って仕事とかにもつながってくるんですよね、うん、例えばじゃあ、この商材売るとか、はいはい、あとなんか、提携するってなった時も、うん、そこの人と人の間の問題じゃないですか。そうだね、結局は人と人やもんね。そうなんですよね。だからそこはやっぱ大事な、だから高校の時なんか僕も、はい、小峰先生って言って、はい、すごい名称を得たんですけど、はい、すごい県外から百何十人来る、うん、すごい強い高校で、はい、やっぱ人間力を、人間力ですね、そこで人間力を、いくら上手くても人間力が足りないやつはやっぱ試合出さない、はいはいはい、その時高校生の時は全然分かんなかったです、はい、なんでなの、やっぱ上手い人が出るんじゃないかなって思ったんだけど、やっぱ聞いたらあいつは人間力がなかったから、あ、 そう、そんなやつは出せない、うん、結局プロ行く、他の仕事で行く、だけど結局つまずくから、人と人とのやっぱ最終的な関わりなんで、はい、っていうふうに言われて、そうですよね、まあ、まさにそうだと思います。だ学校の授業で僕道徳ってもっと本腰入れてやっていいと思うんですよね。確かに、なんか道徳の授業って僕らからしたらもう箸休めみたいな、もう休みやもんね、はい、テストないし、確かにね、はい、でも道徳の授業ってその多分学校で習ってることの中でも本当トップに入るぐらい重要なことだと思うんですよね。確かに、で結局なんか最近よく言われるのが、お金をまあ結局は稼がないと生きていけないじゃないですか。だから、お金が大事だっていう人もいれば、うん、まあ、結構それを乗り越えた社長さんだったりとかは、いやいやいや一番大事なものは時間だよっていう、うん、だから時間が目的であってお金が手段だよみたいなことをよく言うじゃないですか、はい、言いますね、でも僕これ 100% 正解だと思わないですよね、うん、結局お金を稼いで時間ができて、うん、でもそれを共有できる仲間いなかったら人生寂しいだけなんですよ、ね、そうだね、本当にそうだね。スティーブ・ジョブズがまさにそうだったんですよ。あ、はい、だからお金を稼ぐ過程で一緒にその仲間作りをして、うん、で時間できた時にその時間を共有する仲間を作る、はいはいはい、だから結局究極は人とのつながりなのかなって思った時に人間力を育成していくっていうところが、まあ、アスリートだけの話じゃなくて大事なのかなって、そうですね、全てね、置いてね、はいはい、いや面白いな、勉強なの、俺が勉強になりました。いやいやいや、僕はそんなつもり全然ないですはい、ラストいやいや、はい、ありがとうございました。いや、もうありがとうございます、楽しかったです、はい、もういや本当に大人磨きトークやってどうでした、はい、うん、いやそうですね、はい、改めてその自分の人生についても考える機会、うん、いい機会にもなりましたし、僕ちょっと憧れてたんですよ、こうやってちょっとお酒飲みながら話をするっていう、いや楽しいですよね、楽しいじゃないですか、確かにね、なんかテレビとかで見てても、うん、なんか最近ちょっとお酒飲みながら話してるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、ありますね、あれちょっと憧れてて、僕初めてなんですよ、あ、そうなんですね、お酒飲みながら実際にこうトークするっていうのは初めてだったんで、もうしかもいいお酒飲ませていただいて、もう本当にいろんな意味で最高でした。いやもう、はい、本当ぜひ、いやいや、またちょっと来てください。ぜひぜひ。いろいろお話をまた聞きたいなって思ったんで。ぜひぜひ。僕なんかでよければ。いやもう嬉しいです、はい。よろしくお願いします。はい、いやもうあの視聴者の皆さんもね、うん、いろんなこう質問だったりお悩みでもいいです。もう送っていただければ。
解決していきたいと思いますので、うん、ぜひお待ちしております、ということでハクツルプレゼンツ大久保嘉人大人磨きここまでとなります、次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。